今日の聖書の箇所であります、使徒の働き10章の34節から48節までを朗読いたします。使徒の働き10章の34から48までをお読みいたします。 それでペテロは口を開いてこう言った。これで私ははっきり分かりました。神はエコひいきをする方ではなく、どこの国の人であっても神を恐れ、正義を行う人は神に受け入れられます。神はイスラエルの子らに御言葉を送り、イエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストは、 全ての人の人ですあなた方はヨハネが述べ伝えたバプテスマの後ガリラヤから始まってユダヤ全土に起こった事柄をご存知ですそれはナザレのイエスのことです神はこのイエスに精霊と力によって油を注がれましたイエスは巡り歩いて良い技を行い 悪魔に強げられている人たちをみな癒されましたそれは神がイエスと共におられたからです私たちはイエスがユダヤ人の地とエルサレムで行われたすべてのことの勝利です人々はこのイエスを木にかけて殺しましたが神はこの方を三日目によみがえらせ現れさせてくださいました民全体に ではなく、神によって前もった前もって選ばれた少人である私たちに現れたのです。私たちはイエスが死者の中から蘇られた後、一緒に食べたり飲んだりしました。そしてイエスはご自分が生きているものと死んだものの裁き主として神が定めた方であることを人々に述べ伝え証しするように。 私たたちに命じられました預言者たちも皆イエスについてこの方を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受け入れられると明かししていますペテロがなおもこのことを話し続けていると御言葉を聞いていたすべての人々に精霊が下った割霊を受けている信者で ペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも精霊の賜物が注がれることに驚いた。彼らが威厳を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように精霊を受けたのですから。ペテロは コネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせたそれから彼らはペトロに願って何日か滞在してもらった皆さんおはようございます高津教会の礼拝によくおいでくださいましたそれからオンラインで参加の皆さん 今日も共に礼拝をを捧げるここととができますことを感謝いたしますもし今日初めてオンラインを通して高津教会の礼拝を見ておられる方がいましたらばどうか最後までお付き合いいただければ嬉しいです教会ってこんなところだということが少しでも分かればいいなと願っておりますよろしくお願いいたします早速見言葉に心を留めていきたいと思いますが今日は いよいよペテロのいる風景の説教のシリーズ二十二回になりましたけれども今日で一応最後にしたいと思いますペテロにのいる風景まだまだいろいろなシーンは聖書からいっぱい取り上げることができるんですけれどもでもひとまずこれで終わることにしたいと思いますペテロのいる風景福音書のみならず使徒の働きさらには説教まで取り上げて 続けてまいりましたが、手紙まで行くと、ちょっと私のにはちょっと重いので、ペテロのいる風景は、この説教で止めておきたいなと思っております。今日は前回、8月の続き、説教編の第7番目の後編に移りたいと思いますが、3つの視点で、思い巡らしをしていきたいと思います。 お読みいただきましたところから、今日まず第1回目、1つ目のポイントといたしまして、ここにペテロの覚悟を読み取ることができると思います。ペテロは神様から幻を見せられました。2ヶ月前の説教でお話をいたしましたけれども、神様から、汚れた動物を食べなさいと言われた。 でも、主よ、そんなことはできませんとペテロは返事をしました。でも神様はおっしゃいました。神が清めたものをあなた方が清くないと言ってはいけません。この幻を見せられたペテロは覚悟して、汚れていると思ってきた違法人、コルネリウスのところに行きました。コルネリウスから使わされた死者とともに、この コルネリウスのお家へ行ったわけですねペテロがいたのはイヤッファという場所ですシモンという川なめしの職人のところでしたコルネリウスがいたのはカイサリアでしたどちらも地中海に面した町でありますおそらく海岸沿いの50キロほどの旅をしてペテロはコルネリウスのところに行ったんだと思います 50キロと言いますと、高津からだいたい小田原ぐらいですね。これ、歩いて行くとどれぐらいになるんでしょうか。聖書では4日もかかったとありますけれども、まあそれぐらいの旅をしてペテロは行くわけですね。ペテロがコルネリウスの家に到着しました。その時の様子を聖書から読み取っていきたいと思います。実章の27節からお読みいたします。 そしてコルネリウスと言葉を交わしながら家に入り多くの人が集まっているのを見てその人たちにこう言ったご存知の通りユダヤ人には外国人と交わったり外国人を訪問したりすることは許されていませんところが神は私にどんな人のことも記憶ないものであるとか汚れたものであるとか言ってはならないことを 示ししてくださいましたそれでお招きを受けた時ためらうことなく来たのですとペテロはこのようにお話ししています。コルネリウスがペテロを招いた戦いきさつも聖書らに書かれています。今度はコルネリウス側ですがペテロは質問していますねその後にそこでお尋ねしますがあなた方はどういうわけで私をお招きになったのですかと30節 するとコルネリウスが言った 4, 年前のこのあ4日前のこの時間に私が家で午後3時の祈りをしていますとなんと輝いた衣を着た人が私の前に立ってこう言いましたコルネリウスあなたの祈りは聞き入れられあなたの施しは神の前に覚えられていますだからヤッファに人を送ってペテロと呼ばれるシモンを招きなさい この人は海辺にある川釜飯職人のシモンの家に泊まっています。それで私はすぐにあなたのところに人を送ったのです。ようこそおいでくださいました。今私たちは皆主があなたにお命じになったすべてのことを伺おうとして神の見舞いに出ております。コルネリウスたちは、 ペテロの語る言葉を期待待して待ち望んでいたことがわかります。ペテロは覚悟してこの場に身を置くことになったんですね。2つ目のポイント、それはペテロの説教です。コルネリウスたちへのペテロの説教。その説教の内容が、使徒の働きの実績34節から43節に書かれています。やはりーポイントなんですね。 コルネリウスがペテロを招いた戦いきをペテロは聞くわけですけれどもその第一声それはどういう言葉だったかと言いますと34節そこでペテロは口を開いてこう言ったこれで私ははっきり分かりました神はエコひいきをする方ではなくどこの国の人であっても神を恐れ正義を行う人は神に受け入れられますとそして説教のポイント1つ目 それが36節です。神はイスラエルの子らに御言葉を送りイエス・キリストによって平和の福音を述べ伝えられました。このイエス・キリストはすべての人の主です。神様はエコひいきされないお方だ。イエス・キリストはすべての人の主なんだ。二つ目の説教のポイントは37節から41節に書かれています。 それは、ナザレのイエスは、人となってくださった神の御子であるということが綴られています。そして、この神の御子は、十字架にかけられましたけれども、復活されたお方だということが書かれています。三つ目の説教のポイントは、ペテロたちはイエスがキリスト救い主であることの証人であると。 そのことを証ししています。それが十章の四十二節から四十三節に書かれています。ペテロたちがキリストの承認と言える理由は何でしょうかそれはキリストの弟子でありましたし、キリストと共に共同生活者でありましたし、また復活の目撃者でもあった。そういう資格を持っていたからこそ、 証人と言えるでもそれのみならず神様からイエス様から直接「あなた方は私の証人となるんだ」というメシをいただいてペテロたちはイエス・キリストの証人となったわけですねこの3つがここで語ったペテロの説教でありましたそして聖書の中でペテロが説教として語った言葉は ここが最後になっていると私は思っております。他に、この他に、この後にペテロの説教は出てきた来てはいないと思っております。ペテロの説教はこういう内容でしたけれども、その内容もさることながら、ペテロが説教している途中で起こったことに着目したいと思うんですね。それはペテロにとって、 想定外なことでした想定外なことが2つ起こったんですね。1つ目はペテロの説教が終わっていないのに精霊学だったということです。44節「ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると御言葉を聞いていたすべての人々に精霊学だった。 説教者ペテロのの説教が終わっていないなに神様は一方的に聖霊を下されたペテロは何のために説教したんだろうか自分の説教はまだ終わっていない第3ポイントまでは来たんだけれども最後の締めくくりに行っていなかったのか語るべきことをまだ十分語っていないまま聖霊は下ったということですね。 二つ目の想定外。それは、違法人にも聖霊の賜物が注がれたということであります。実証の44節から46節にそのことが書かれています。45節を見ますと、割礼を受けている信者で、ペテロと一緒に来た人たちは、違法人にも聖霊の賜物が注がれたことに驚いた。彼らが威厳を語り、 神を賛美するのを聞いたからであるするすとペテロは言ったこの人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか私たちと同じように精霊を受けたのですからペテロはこのように言っていますけれども心の奥底はえー、って感じだったと思うんですね。 具体的にペテ神様はエコヒいキされるお方ではないということは頭ではペテロは分かっていました具体的にはどこの国の人たとえ違法人であったとしても信じるならば神様に受け入れられるということも幻を通して神様から諭されてそのことも分かっていましたでも違法人に 自分たちと同じように聖霊が下るとは聖霊によって違法人もイエス様の証人になるとはペテロは思ってもいなかったのではないかと思いますまさか違法人に幻を見た時にさえ分からなかったペテロの思い込み それは根底から覆されるるることにになるんです、ね、異邦人にも精霊が下るでおそらくペテロは私たちが考える以上に違法人というその人たちに対する思いというのは特別な複雑なものがあったに違いないと思うんです私たちは神様に選ばれたものなん それ以外は神様から選ばれていない人間なんだ。特権意識ですね。自分たちは神様から選ばれたユダヤ人。ユダヤ人と違法人との間に分断の壁があったということです。一緒に食事もしない関係になっていた。でも、 精霊が注がれたということはその分断の壁がぶち壊されたということです異、ね、違法人にも精霊が下ったということは福音が選ばれた民族だけのものではないということの印だったわけですね。ユダヤ地方という限定的な場所からさらに広がって ついにはイエス様が語られたように全世界に福音が届けられるそのスタートの瞬間がこの精霊が下った瞬間だったわけですね神様に選ばれたユダヤ人と違法人との間の壁が崩されたそういう意味で この使との働きの十章はペンテコステの日の聖霊降臨と同じようにいやそれ以上にこの新約聖書の中で歴史上重要な転換点を示す章ではないかと思うんですイエス・キリストは全ての人の主と異邦人コルネリウスに語ったペテロの説教のメッセージそれはやがて 現実のものになっていきます使徒の働きのこの聖書のこの記述の後に聖霊によってイエス様の証人と変えられたパウロが登場いたしますパウロのその一行の伝道旅行によって福音は最後はローマに届けられそしてさらにはヨーロッパに広がっていくそして 聖霊に満たされたペテイエス様の証人たちはやがて地の果てにまでその福音を届けるそういう働きを目指すようになるわけですねそこで三つ目の視点に行きます以上のことから今日特別に心を止めておきたいことがありますそれは聖霊によって福音は すべての人のものになったということであります。福音は、すなわちイエス様による救いの知らせは、すべての人に及んでいる。イエス・キリストは、すべての人の救い主な。ペテロは、あここのペテロはこのコルネリウスの説教の第一ポイントの一番最初に、 このイエス・キリストは全ての人の主ですと宣言されていますがイエス・キリストは全ての人の救い主これは今私たちのこの世界で現実なものになっているんですね全てと言ったら全てなんです全人,人類の救い主なんですそれはなぜかそれは精霊の働きは 普遍的なものだからです。聖霊はこの地球上どこにでもおられる。では、いつからこの聖霊はこの地球上におられるようになったんでしょうか。ペンテコステ、あ間違いないでしょう。でも、旧約聖書にも聖霊は書かれていますから、ペンテコステという答えは、もしかしたら正解ではないのかもしれない。 じゃあいつから聖書のどの辺りから聖霊は登場されますか教会学校の子どもたちに質問したいですけれどどこから聖霊は登場されますかそれは創世紀の一章二節からですね創世紀の一章の二節にこのように書かれています。 地は暴瀑として何もなく闇が大水の表にあり神の霊がその水の表を動いていた聖霊神の霊神の息吹それは地球の上を動いていたと書かれています人間が創造される前から いや生物が想像される前から精霊はこの地上にこの世に存在されていたお方だったということです。地球の誕生は今から46億年と言われていますが創世紀は科学の書ではありませんけれども精霊は地球の誕生に関わっているということがわかります。では その前はいつから精霊はおられたのでしょうかビッグバンによる宇宙誕生の136億年前からでしょうかいや永遠の昔からです時間空間を超えて時間空間をはるかに超えて存在されているお方父なる神様と子なる神様とともに 私たちの理性では計り知れない世界ですね三位一体という教離がありますが神学的には整理されているんでしょうけれども人間の頭では全く理解できないことです神様はただお一人だけど聖書をよく読むと三人いるように書かれているこれ人間の頭では理解できない私たちは神様 と言いますけれどもその神様の中に天の父なる神様巫女イエス様聖霊様全部神様ですお祈りするときに天の父なる神様にお祈りされる方もいますしイエス様にお祈りされる方もいますさすがに聖霊に直接お祈りされる方はあまりおられないかもしれないでも間違ってはいません聖霊も神様です そのの霊は神様ででありますので天の父なる神様でもあり救い主イエス様でもあり精霊でもあられるその神様は永遠の昔からこの永遠の昔から時間空間が創造される前から存在されているお方なんだということですね。で地球が誕生する46億年前にもうすでに。 精霊はこの地上に存在していた。でも肝心の人間がいないので精霊の働きはそんなに活発ではなかったのかもしれない。でもこの精霊の働きを通して福音、救いの知らせが今や全ての人のものであるイエス・キリストは全ての人の救い主であるということ。それが このペテロの説教の後に現実のものになっていくわけですね。私たちは歴史を知っていますので、それが現実のものになっていく過程というものは、ある程度知識として知ることができるわけです。イエス・キリストはすべての人の救い主。でこのことはキリスト、キリスト者だけのものではない。 イエス・キリストはすべての人の救い主だと私たちキリスト者は信じ祈りそのように宣言いたしますし証ししますけれどもでも私たちが思い込んでいるものではないそうではなくて福音というのはイエス・キリストはすべての人の救い主というのは普遍的なものなのですな、ね。 普遍的ということは全ての人にとって必要なものなんですたとえどのような宗教を信じていたとしてもです福音は宗教の枠組みを超えるのですその一つの例を紹介して終わりたいと思いますレーナ・マリアさんという スウェーデンの女性ゴスペルシンガーがいます。ご存知の方もおられると思います。この方は障害がある方で。生まれた時から。両腕がない。そして両腕がないだけではなく。左足が右足の半分の長さ。それでも愛情ある。キリスキリスト者の。 両親のでで育ててられていくわけですねやがてその足で使える足で何でもやることができる驚くことに車の運転までその足でされています1988年のソウルパラリンピックに水泳選手として出場しましたハイエー4位自由形5位背泳ぎ6位 バタフライではスウェーデン新記録で優勝その後音楽で生きることを決意しゴスペルシンガーとして活躍され世界中でいろいろなところでコンサートを開いていますねちなみにこのレイナ・マリアさんのラストコンサートは来年の3月に日本で東京静岡大阪兵庫で 開催予定でありますが日本の最初のコンサートは今から26年前1998年の冬の長野パラリンピックの開会式でそこで招かれて歌ったというのが最初だったようであります。その4日前にですね 前代未聞のコンサートが開かれました日本でどこで開かれたか長野県の市内にあるお寺善光寺で開かれたコンサートでありましたこの善光寺というのは、まあ、仏教の単立お寺っていうんですかね無 無宗派のお寺です。どこの宗派にも属していないお寺ですね。日本最古の阿弥陀如来が本尊です。そこでゴスペルコンサートが開かれた。レーナ・マリア、心に平和コンサート in 善光寺。善光寺の本堂はライトアップされ、 定員600人の入場整理券は数日でなくなったそうです善光寺の関係者からは雅楽の奉納演奏が行われれいなまりアさん側では賛美歌15曲を歌うそういうコラボレーション的なコンサートでした初めのうちはこの企画に対するさまざまな反対意見があったそうです 仏様の前でキリスト教伝道の賛美家を奉納するとはどういうことなのか救い主イエス様を賛美するゴスペルを異教寺院に奉納するとは何事かさまざまな批判を浴びせられていましたでもレーナ・マリアさん側の関係者の考えは変わりませんでした 長野のパラリンピックの開会式の前に長野市内の中心のお寺善光寺善光寺でコンサートをしたいそういう思いが強かったでこの時レナ・マリアさん側の関係者どんな気持ちだったか私勝手に想像しますけれどおそらく精霊の働きの普遍性を信じていたと思うんですね。 僧侶の方々は仏様を信じている私たちはイエス・キリストを信じているでもこれは宗教の枠組みに縛られた捉え方ではないだろうかイエス様がすべての人の救い主なら僧侶の方々にとっても救い主であられるはずだ 普遍的な精霊の働きによって宗教の壁を越えることはできるはずではないだろうかおそらくこういう視点に立って交渉が始まるわけですそしてお互いの最低条件がこうでした善光寺側の事務局は演奏者は阿弥陀如来像の前に立ってほしいと その真正面に立ってほしいこれだけは譲れませんと。レーナ・マリアさん側さらにはそれをバックアップしていますキリスト教会側は善光寺というお寺への奉納の形は私たちは取らないで演奏させていただきます。で折り合いがついて。 さまざまな話し合いと企画の練り上げそして会場のレイアウトいろいろ考えて前代未聞のコンサートは実現するわけですねまさにプロジェクト X ですよ善光寺本堂のゴスペルエンド画学のクロスオーバーコンサートコンサート当日 禅皇寺の僧侶たちまで玲奈さんの歌に合わせて一生に手拍子を取られた楽しいコンサートのひとときだったそう言っていました賛美歌輝く日を仰ぐ時を歌った後に特別に大きな拍手が起こりました玲奈さんの澄み渡った歌声が禅皇寺の本堂に 如来像に響き渡った僧侶の方々はその輝く日を仰ぐ時の賛美歌に感動し涙を流して玲ナさんの歌と証しをずっと聞いていたそうですこれ単なる感動だったんでしょうかいいえ宗教の枠組みを超える精霊の働きだったと私は思います 世界の人々に感動を与えるコンサートになりました翌日の新聞には大きめにその記事が載りテレビ朝日で当時放映されていましたニュース番組「ニュースステーション」でもそのコンサートの様子が紹介されていました善光寺の関係者その善光寺の関係者のその心をですね 精霊は動かされもちろん僧侶の皆さんがその時から阿弥陀如来への信仰からイエス・キリストの信仰に切り替えるというようなことはなかったと思うんですそれでもそれでも僧侶は僧侶のままで福音の本質の良さというものを味わうひとときではなかったかそうは 断言することは私は私間違っていないいと思いますなぜかそれは僧侶の方々お一人お一人も神様によって創造されたかけがえのない存在だからですそしてそのお一人お一人のためにイエス様はすでに贖いの十字架の血潮を流されているお方だ イエス様の信仰あるなしを超えて聖霊が善光寺の本堂で僧侶の方々の心に働きかけられたそういう瞬間だったコンサートでの僧侶の方々の感動は福音の普遍性をが明かしされた出来事だったわけですね異邦人に対してのペテロの思い それは私たちキリスト者にもあるのではないでしょうか。未信者という言葉があります。私、この言葉嫌いなんですけれども。未信者。私たちは信じている。あの人たちは信じていない。ペテロが違法人という言葉を放って壁を作ったそ、それと同じことを私はしていなかっただろうか。分断をあおる言葉。 未信者私たちもキリストの証人ですイエス様が救い主であるということの証人ですイエス様の証人となっているということはどういうことかそれは精霊の存在の普遍性福音の普遍性という視点から考えるならばキリスト教という特定の宗教を誰かに勧誘し布教することを意味していない 私はそう思います。キリスト教という特定の宗教の枠組みを超えるものなんだ。これが私の信仰の理念の根底にあるものです。私たちの日々の生活は、キリスト教という宗教を伝えるためにあるのではない。ましてや、相手が信じている大切なものを否定して、 キリスト教イデオロギーを押し付けるということはイエス様も望んでおられないでもイエス様と口にした瞬間「あ宗教ね」と言われて向こうから壁を作ってしまう場合もあるのが残念ですねイエスキリストという言葉を使わないでイエス様の福音を明かしするって難しいでしょうでも そうししていたたた。方々がたくさんおられましたマザー・テレサがそうでした一言も伝道しないのに福音を明かしされた中村哲先生がそうでしたアフガンに水を引いてモスクまで建ててあげたえでも熱心なクリスチャンだ イエス・キリストという言葉を使わずに福音を明かしするその根底にイエス・キリストは全ての人の主という確信があったんです私たちも同じイエス様の証人許された罪人としてそのあるがままの生き様を通して弱さや罪深さ愚かさを抱えたままの自然体で イエス様を福音をこの存在を通して明かしさせていただくものでありたいと願いますそのために必要な精霊はすでに全ての壁を越えて臨在しておられる私たちは再認識したいと思うんですね毎週この礼拝が終わった後 聖霊がすでに臨在して働いておられるところに私たちは派遣されるのですそこがどこであってもそしてイエス様はそこにいるあの人にとっても救い主ですお祈りいたしますイエス様 あなたはすべての人の救い主であられますにもかかわらずいつの間にか私たちキリスト者こそが選ばれたものでありその他は救われていない違法人だと線を引いてしまっていたかもしれませんいやキリスト者同士の間でもいろいろと難しさを覚えることはあるでしょうそれでも精霊は この地が誕生した時から臨在し、天の父はすべての人の救いのために一人子を使わし、十字架復活による恵みを備えてくださいました。国籍を超えて、宗教を超えて、性格や賜物や境遇を超えて、人間の尊厳という存在の尊さのただ中にあって、イエス様、あなたは、 すすべての人の人主であられますそしてあなたと出会った時から私の主となられいつも共におられ私の人生を共に歩んでくださっていることを心から感謝いたします今週も置かれている場所に使わされている場所に精霊が働いておられることを期待いたします私の主であり すべての人の主であり、あの人の主でもあるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン